おやおやあなたはレプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですがままならないものだまあいいでしょうあなたとは以前お会いした気もしますが再会の挨拶は不要ですね君ではどうあがいても私たちにはかなわない抵抗は無意味だ生かしておけば使い道もあろうが 私の存在がジェイ・フォースに露見するのもいささか都合が悪いではアイゼンさん京都と行きましょうもっとも戦いといえるものになるかは疑問ですがさあ楽しい宴を始めましょうかうん

これは意外ですね。虫けだと思っていましたが多少は成長したようだですがその程度ではね大丈夫かあなたは確か「ガーラ」とかいう行くぞせっかちですねでは行きますよ

いきますよしれしれしれ、うん、これほどとはなるほど君たちの実力は分かったフリーザ 時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か？おや、皆さんお揃いで。残念ですが、今日のところはここまでです。フリザ、次こそはお目を倒す。そうですか。それは楽しみです。ではごきげんよう。 ジェイフォースの皆さん。大丈夫か？おめえ、本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろう。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら。 腹も減っちまったしな <laughs> <laughs> 目障りな連中特にあの子脅威になる前に排除した方が良さそうねそう心配するな。 奴はただの元人間だこの俺とは違う自らを善だと信じて疑わず正義や希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たちお前たちに教えてやるいただきに立つ強者こそが善悪を定めることができるのだこの鬼キスブック俺が ハッ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 